インゲン豆たくさんできました。ちょっとこれとこれは種類が違うけどね、大量にできましたよ。トウモロコシもできてるけど、これ歯抜けのやつね。いいやつは今お客様にまとめました。これはピーマンとですね、ケテンダーピーマンと、トマト、カリフォルニアワンダピーマンと、あとはトマト、オクラ、ささげなどなど。4月27日、非常に後悔します。楽をしようとして信念を曲げた結果、非常にひどいことになって後悔しております。何かっていうと、これね、うねまの草取りに根気かけたんですよ。はい、根気でかけて、まあある程度草取れて綺麗になったんですよ、こういうところでね。この間、草生えたんでしょ、楽ちんでした。はい、で土もね耕すんで柔らかくなりました。でもその後ねめっちゃ雨降ったんですよ。そしたらこういう状態ですよ。ぬかるんじゃって、このグイーンっていう、これね、このこれ最悪、もう歩きたくないんだけど、こうもう土が乾くまでこういう時は入っちゃダメです。でこういう風になると、もう歩けば土をこねくり回してしまってカチカチに固まるんですよ。でそこまで根が伸びていた、まあ根はもう耕した時に切れてんだけど、まあ硬い土になっちゃうんですよね。はい、だからまた耕さなきゃいけなくなるし、で耕さなかったらどうかっていうと、ここ耕してないですよね。耕したかな、ちょっと待ってよ、ちょっと柔らかいな。はい、これ耕したタップとね、もうグズグズですよ。ちょっとあれで言いましょうか、よいしょ、うーこういう状態、もう最悪です。だからもう入っちゃダメに対して、耕してないところ、ここも耕しちゃったんだよね。そうそう、ここは耕してないです。でこういうところは雨の日だろうか、雨が降った後だろうか、大雨だろうか、全然歩いてもぬかるまないんですよ。だから歩いても土が、まあ、それ以上固まらないんで、いいんです。はい。いいんですよ。これが、耕さないことのメリット。で、耕しちゃうと、雨が降った後とかも入ったらひどいことになって、その後もガチガチに固まると。後悔。やんなきゃよかった、あんなこと。さすがにちょっと草をね、普通に草刈り機で刈ればよかったです。だから通路をね、半分ぐらいやっちゃったんでね。やべっす。ここはかけなかったんだからね、かけなかったんで歩けるんですけど、こうやって。まいったね。はい、いっぱい取れたんで、これ、ナタ豆、スターボデイビッド、インゲンと、ジュロクササゲと、白丸ナスに、これが万願寺唐辛子ですね、これがいっぱい取れました。で、こいつは、これだけあるんだけど、フィネツテンダピーマンで、これは長ナスですね。これ素揚げにして、このポン酢でいただきます。食レポはカット。美味しいのは分かってるからね。で、揚げ油に使ったのは、杉崎さんのほうろくラッタの油です。いただきます。7月30日、はい、今日はですね、ちょっとお手伝いに行ってくれさる方が2人いらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、ナスのとこがね、もう手に負えなくなって、ちょっと草買ってもらってます。ありがたい。あの、報酬はね、野菜払うっていうね。いや、超助かる。もうね、どうしようかなと思ったけどね、こんな感じなんですよ。だからこれ、取ってもらったら、この今日、支柱を追加して、誘引していこうかなと思います。こうしてね、人手があるとね、私が、あの、支柱立てた間に、ね、草刈りがどんどん進んでいくという、この素晴らしい、この、人海戦術システム。ありがとうございます。ナスできてますよ。あ、落ちたよ。それ、美味しくないやつや。うん。ということでね、作業していきますけど、昨日ね、夜、だいぶ雨降ったからね、もう、またぐちゃぐちゃですよ。何回も言うけど、こうね、幸運したのマジで後悔してる。これ、柔らかくなっちゃって、ほんとね、あの、歩けば歩くほど固まっていくんでね。ほんとね、うねまはね、幸運しちゃいかんな。草刈りする程度にした方が絶対いいです。はい。じゃあやっていこうと。いちごもこれね、上を草刈り機でカーってやったんですけどね、これ。いちごも腐っちゃうかね、このままじゃ。あの、苗がね。よっしゃ。これ、ヘチマがいっぱい花咲いてますな。草取りがだいぶ進んだおかげで、リスターダデガンジャーができておりました。このね、紫の丸ナス、すごい、いいね。ちょっと下についちゃった分壊れてたけど、これがリスターダデガンジャーです。色も可愛いし、味も非常にいい、とろけるトロナスです。たくさんできてる。一番果だね、この子たちは多分。はい、30分ぐらい収穫してきて、ね、こんだけ集めました。まあ、ミニトマトが何種類かと、大玉トマト、ナスが3種類ぐらいに、オクラが2種類で、万願寺唐辛子ですね。で、これピーマン。これもっと多くないけど、ちょっと早取りしました。で、あとは、インゲンです。インゲンが、これがね、白イガサというのかなと、ケンタッキーワンダー。ケンタッキーワンダーはこうやってちょっと平べったいです、これね。で、もう一個のつるありインゲンの方はちょっと丸っこい感じね。
で、これ16ささげ。赤種と黒種があります。はい。結構取れたね。まあ、雨なんでね、こういうトマトなんかは若干まだ、ちょっとこれ、カメムシの被害があったり、色が薄かったりしますけれど、水が好きなやつね、キュウリとか、インゲンとか非常によくできてる。あと、ナスなんかもね、この、今、こんな状態なんですよ。あ、ナスじゃない、ピーマンね。ピーマンなんかも今、こういう状態で、草に覆われてて、あれだけできてるんで、今からこの草取りします。とりあえず、ナスを草取りしてくれたおかげで、だいぶ良くなりましたね。これ、あと支柱立てて、誘引して、まっすぐ持ち直してもらいます。そうすればね、どんどんできていくはずです。いやいや、まあまあ、ね、結構できてますね。まあ、干ばつよりはマシって感じだけど、トマトがいかんともしがたいね、割れちゃう。トマトはね、雨少ない方がよくできるけど、他の野菜はおおむね雨が多い方がよくできてる感じですね、この雰囲気を見ると。ナスの草取りやってもらって、ピーマンを私が今やったところです。ただこれだとね、横になってるんでね、この斜めになっちゃったりしてるんで、こうやってね、これを刺さるために支柱を立てていかないとうまく育ちません、ここから。でもまあまあ、よくできてるよ、この草に燃えた状態でね、こんな感じで。もういいやつは最近取った後ですからね。こんな感じでどんどん草刈りしていきたいところですよ、トマトのところも、他のところも。裏の花が綺麗に咲いてます。まあ、ここからね、雨がね、ちょっと止んで、ここからしばらく晴れが続いてくれるみたいなんで、カンカン照りになる前にね、手入れして、で、根が張り直す前にね、まあ、根が再びガッと伸びていく前に支柱を立ててあげないと、まっすぐ伸びないですからね。それにしても今年はインゲンようできますね。これこんなにつるありインゲンがね、綺麗にできたの初めてですよ。毎年水が足りなかったのかもしれんね。今年はとにかく雨が降って、もう水は潤沢にありましたから。豆は水が好きなのかな。これこれいいインゲンできてるよ。これは白い傘だね。まあ、収穫した後なんですけどね、まあ、さっきも本当にこうなんていうか、ね、滝のようにというかね、たくさんできてます。まだあるね。これうちの今日の夕飯用に。で、多分この辺りからケンタッキーワンダーです。丸花鉢かな。この、これ、ほら。これケンタッキーワンダーだと思う。平べったいんですよ、いくらかね。品種が変わります、ここから。積んでいて、こう上に行ったやつがもう垂れ下がってきてるからね、こうやって。いいね。今年インゲンいっぱい食べれる。インゲンも俺好きだから、嬉しいね。ここからは捧げですね。この、ほら、滝のようにこう、いっぱいできてるんですよ。これもある程度取ったんだけど、この辺の、まだ取ってないね。これ収穫していきましょう。おっと、なんだ、カエルか。おしっこ食らえた。いっぱいあります。ほら、すごいできてる。これね、ささげとかもね、その、水不足が起きなかったり、あるいは風で振られたりしてダメージを受けなければ、これまだ1ヶ月、2ヶ月はできると思うんですよ。去年、一昨年かな、うまくできた時は途中から台風に振られちゃって、ダメになりましたね。9月になってくると、この風に振られて葉っぱがね、傷むのが、大敵なんですけど、まあ、7月から8月は風もそんな強く吹かないんでね、この時期にある程度しっかりね、ある程度水があればたくさんできると思います。ね、いいね、ささげいいよ。いっぱいできてる。どんどんできてくるよ、これすごいね。で、ちなみにこれ豆の後に豆を連作してこんな状態です。はい、エンド、キネサヤを栽培したところにそのままこうインゲン植えてますけど、まあご覧のようにね、まあ病気もなくしっかりできてますよ。で、今年なんか日照不足だしね、雨多すぎだし、それでもこんだけゴンゴンできてるんでね、まあやっぱり連作障害はそんな起きないんじゃないかなと思います、自然の方だとね。7月24日に撒いたやつ、今日31だから1週間ですね、経って芽が出てきてます。ただね、やっぱ撒いた日にだいぶ雨強いのが降ったんですよ。で、こう表面がね、こう溶けて固まっちゃってます。ほんでまあ生えてきてるけどね。あ、これとかで、これです。これ大豆。で、トウモロコシもね、ちょいちょい生えてますね。これトウモロコシです。ハリビックポップコーン。ただ、ちょっと発芽率があんま良くないぞ。生えちゃいるんだけど、こういう風に。ただね、結構前だのにあんまり生えてない。この雨のせいもあるかな。ちょっともう一個の場所見ます。4月23日ですね、8日前か。カリビックポップコーンと秘伝を撒いたところで、この場、カリビックポップコーンね、めちゃ虫に食われたから、どうだろう、発芽したかな、ちょっと、パッと見れてないな、やっぱあんだけ食われたら無理だな。まあ、秘伝の方はね、結構いい感じに生えてます。この様子だともう発芽して数日経ってね、なのでやっぱ種撒いて3日ぐらいでもう十分発芽すると思う。この時期の大豆はね。やっぱ、でも、トウモロコシ、あ、生えてる、これ。これトウモロコシ、よしよし。あんだけ虫に食われたけど、まあ中には生き残ったやつもいますね。まあなんとかポップコーン取りたいですね。せめて種も紡ぎたい。今年こそはと思ったんだけど、今年もダメか、これは。まあこれコーンかけただけだとやっぱね、雨で高いで固まりやすくなりますね。ちょっと注意ですね。
これがね、飛行機だったらね、こんなに溶けて固まるようなこともないんですけど、ちょっと手間を惜しんでやってしまいました。8月の14日です、7月の30日かな、最後に雨降ったの。それからもうまるっと2週間まとまった雨が全く降っていません。本当に一瞬パラッパラッパラッとね、あ、降ったみたいな感じるのがあったかないかぐらいです、ここ2週間、うん、本当ね、日照はね、雨来ないんですよ。ちょっと北側の地流とか岡崎はね、数日前ゲリラ豪雨みたいなのが一回あったんですけど、それマジで来ない。なので本当にまとまった雨がまだまだ2週間降っておりません。でそうなるとこういうふうにね、ガッツリひび割れてきます。土がねカチカチです。雨が降った後にね、こういうむき出しのところはね、縮んでひび割れていきます。でほぐしたところはこういうふうになるんですけども、だいぶね下の方まで乾いてるでしょうね。まあ大豆はね乾燥に強いんで、まあ育ってくれてはいますけれど、きつい。トマトなんかはね結構元気なんですけど、ただ新しい葉っぱがもう元気なくなってきてるんで、ちょっとこの後復活するかどうか怪しいぐらい。はい、ちょっと様子見ていきましょう。雨が降らなすぎてね、水やりしてるんですよ。あそこにポンプがあるんで、そこで水撒いてんですけど、撒いても1日経ったらもうこういう風に白く乾いちゃいます。はい、相当ねやんないといけないんで、だから雨ってやっぱすごいんですよ。本当に。でナスの方はね、これまでの貯金の水分でこの白丸ナスとリスタダデガンジアはできちゃいますね。綺麗なのができてるんですよ。これだけ雨降ってないけど美味しいですよ。やっぱ水分不足の感もありますね。これねできちゃいます。はい、これも綺麗だね。いいナスだ。でこっちがピーマンもだいぶできています。フィレンツェテンダーね、この黄色い細長いやつ、こういうやつね。ちょっと交雑しちゃって、これマンガスオガス混ざってんな、白っぽいけど。そんなんで、まあ、ナスはできちゃいるんだけど、ちょっと水が足りない。で、この白丸ナス、リスタードデガンジア、丸ナス系はね、元気なんですけど、まあ、日本のナスっていうのかな、植え替えたやつがね、元気ないんですよね。ね、この、梅雨の時に大きくなれずに草に埋もれてたのが、ようやくこの、開けてから再生し始めてるんですけど、そしたらこの、干ばつ。ヒョロヒョロなんでね、全然こう元気ない。でこれがちょっとちゃんと支えを作ってあげて、再生 させてあげないと種も取れないですからね。この株は比較的元気ですね。これは愛知本長ナスかな。あとオクラはね比較的元気です。今年はね、このバーガンディよりも後で見せる、スターブデイビッド、ダビデの星の方がね綺麗にできてますね。元気です。今4時過ぎなんだけどね、この時間だと斜めからの光だからうまく撮りにくい、撮影の事情が。これ種取り用にもう残してます、オクラね。ここはトウモロコシだけどね、まあ育ってますね。もうこの感じは水分不足ですよ、しなびてきてる。でこっちできたけどちょっと食べ時を逃したやつをこう並べてます。キュウリね、ハンジロキュウリ、これ種取れますよ、もう十分やられてます。でまたまだできてるんだけどね、こっち強かったな。これ今日持って帰ります。雨降らないとね、このキュウリも厳しいはずなんだけど、それでもね割と元気ですね。よいよい。はい、これダビデの星、スターオブデイビッドですね。このオクラは今年はねでかくなってね、去年までは私の胸ぐらいの高さなんだけど、これ今年もっとでかくなりそうですね。茎も太いしね、でかくなってきてる。慣れてきたかな、この土地に。それか土が合ってたかですね。そっち側にあとピーマン植えてあります。トマトね、今年ねなんか全然まともに取れないね、今年も厳しい。あ、なんかすげえいい天気なんだけどね、マジで雨降ってほしい。本当に雨降ってほしい。で水やりしなくても草が生えてるところは比較的保湿されてるとはいえ、そんでもやっぱ表面乾いてますよ、ここね。きついね。この自然映えのポンテローザすげえ綺麗にできてない。これもう食べようかな、めっちゃ綺麗だねこれ。はい、そんな感じで本当にそろそろ降ってほしいなと思ってる今日この頃です。